香川県立図書館は、香川県高松市の県立公立図書館である。香川県立図書館は、もともとは1963年から高松市立中央公園横にあった。交通の便は良かったものの収蔵能力が30万冊と、手狭で建物が老朽化したこともあり、敷地の広い旧高松空港跡地に移転を決定した。1993年12月、 旧高松空港跡地の香川インテリジェントパーク内に新館が完成。香川大学工学部の隣にある。地下1階、地上4階で開花22万冊、書庫100万冊に整備されている。図書館は香川県立文書館と一体の建築物。東棟に図書館、西棟に文書館を廃止、エントランスホール、市長格ホール、駐車場。 中輪場などを強要する。西風巨来の庭前提の二例の並木の庭園。西風巨来の庭は、松野年明の作品である。エントランスホールの壁画、霧の中は、田中真の作品である。ワンフロアで、コーナーごとに資料を配下する。利用者端末機の検索により、資料の有無や配下場所を知ることができる。個人貸し出しの利用者は、資料貸し出しカードが必要である。 個人貸し出しを利用できるのは、香川県内の居住者及び通勤者、通学者に限られる。図書館、文書館、ありがとうございます。